こんにちは、ミッドウェー捜査官の村井です。関です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、1月7日まで開催中のフットインダストリーポップアップについてご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい。中国でスマッシュヒット中の注目のシューズブランドなんですけれども、なんと今回海外初ポップアップということで。そうなんです。させていただくことになりまして、はい、まあ、これからですね、大きなあのアジアのデザイナーたちはですね、大きな練りになっていくと思いますので、はい、まあ、中国だったりね、韓国だったり、はい、まあ、今までヨーロッパ、はい、まあ、国内の、まあ、ドメスティックと言われるようなカテゴリーでしたけども、はい、ちょっとこれからミッドウェストでも大きな売れになっていくんじゃないかという第一弾の、はい、フットインダストリーということで、日本でも人気に火がつきそうなんで、要チェックです。ぜひこの機会にチェックしていただければなと思ってます。では注目のラインナップからまずは見てみましょうか。よろしくお願いします。ブランドを代表する一番スタンダードなモデルからいきましょうかね。こちらはボードシューズベースのスニーカーになります。税込み 28,600円ですね。まあ、スケートボードシューズがベースっていうことで、結構この程よいボリューム感と快適な履き心地に特化してる。そう、シンプルでコルクですね、これね。あ、そうなんですよ。結構ここは多彩な素材使いとか、はい、やっぱ快適な履き心地、洗練されたモード作りに特化しているブランドなので、シンプルだけで目を引くっていうのが結構ポイントですね。はい。何でしたっけ、コンセプトが。コンセプトはアジア人の足に馴染む最適な履き物を作り出すということで、このブランドは中国初ということで、中国人のデザイナーさんが東京で靴作りを学んで、そしてまあファッションのストリートカルチャーとかも東京で学んで、そしてブランドをこう立ち上げたっていう、バックボーンがあるんですけれども、はい、なんでこの万里の長城あるじゃないですか、はい、あれめちゃくちゃ長いじゃないですか、はい、ちょっとね、60何時間ぐらいかかるらしいですよ、この生きるには。なんかそういうところも快適に履けますよ、はい、ぐらいの、そうですね、いいですね、ぐらいの意気込みで作ってる。いや、いいですね、はい、もうそういうところが大切ですからね、やっぱり使い手目線っていうのもここは結構フォーカスしてるんで、はい、なのでやっぱ履き心地、そしてやっぱ少しの遊び心っていう部分とか、まあ、この辺もあの何でしたっけ、はい、こういう中国の伝統的な揚げ菓子、なんかそういうのからインスパイアされてる、こういうオリジナルのツイストコードであったりとか、いや、この辺のね、曲線とかも、はい、ちょっとだから切り方が違うんだよね。そうなんです。なんかちょっとあの向こうの舞踊とかの、まあ、アイメイクだったりだとか、はい、日本の熊取りともまた違うような、はい、あのラインを描くんで、やっぱそこがこれから本当面白くなっていく気がしますね、はい、やっぱりもう今までのまだ触れたことのない文化だったり装飾だったりだとかっていうのをスパイスとして取り入れてるので、まあ、そこがね、はい、これから楽しみなところであるんですよ。で、これもなかなか素敵ですね、はい、そのボードシューズタイプの少しアップデートしたバージョンで、これは税込み 24,200円で、基本的にサイズ展開は41から、まあ、44ぐらいまで、26から28ぐらいまで展開させていただいております。かわいい。これはジャパン限定モデルらしいですよ。あ、そうなんですか。はい、海をイメージしたこの水色と特徴的なクリアソール、うん、そしてここのこう格子状にメッシュでこう編み込んでる感じとか、これとかは中国の建築物とかからちょっとですけどね、インスパイアされてるデザインだそうですね。ねえ、いいよね、なんかそういうのがなんか本当に、はい、素材とか、まあこういう多彩な素材使いとかでこうデザインしていくようなスタイルが結構特徴的ですね、うん、この辺のステッチの編み上げとか、でも表情としてはシンプル、まあ、ニューノーマルっていうのが今回コンセプトらしいので、うん、普通だけど少しフレッシュっていうのが今回は注目ポイントですね、うん、はい。クリアソール可愛いですよね。うん、可愛い、はい、めちゃくちゃいいですよ。まあ、この辺はもう本当スタンダードに入っていて、はい、もう値段もものすごくいいですんで、こういうもう少しこの遊び心を強化させてるようなタイプもあります。これ可愛いですね、ロゴ入りの FI、はい、フットインダストリー。さっきよりもうちょっと脂肪感のあるレーサーで、こういうパイルかな、はい、そうですね、パイル地とスウェードと表側のミックスで揚げ菓子がビッグサイズになってるというタイプ。かわいいですよね、これ。あれドーナツみたいなありそうだもんね。はい、いや、なんか本当そういうなんかあのバックボーンに今もう一回立ち返るというのがね、なんか、はい、いいね。結構服好きなデザイナーさんらしいので、やっぱこの今の洋服の気分とかのサイジングとかこううまくこうビルドアップしてる感じの落とし込んでるのもかわいいですね、うん、僕結構好きなポイントはここの内側の
このレザーがこう張ってる感じ、これ何やろなと思ったら、こういうのがあることによってここのフィット感とかがより良くなって、はい、なんかこのやっぱ足の馴染み、長時間履いてても疲れないっていうところをこう工学的に、はい、だからデザイナーとそれ足の構造とかを分析しながらこうデザインに落とし込んでいくスタッフらしいよ、うん、修読読んだ僕も、はい、なかなかプロフェッショナルですよ。そう、靴はやっぱ靴のプロじゃないと、はい、あのデザイナーさんとかも作れない。これからねコラボレーションなんかもきっと出てくると思うんで、はい、そうですよね。やっぱね靴はね靴の日本あの服屋のデザイナーさんでも作りきれないので、靴は靴のデザイナーさんと共に作るといいので、はい、あ、右左で書いてるワードも違いますね。あ、そうなの。はい、左足はディスカードザドロス、意味わかりますか。わかりません。不純物を捨てる。へで洗練されたものづくりっていうのをこう表してるなと思います。ちょっと右足の方はまだ調べてないんです。え、はい、これセレクトザエッセンスらしいです。聞かれますね。でもそれ、うん、無駄をするやつ。バックボーンは反映されてる中でもシンプルで使えるんで、なんかこの万能さが僕は売りかなと思ってます。ファッションのスタイル問わずに、そこはまあ後でコーディネートもご紹介させていただくので、そういう部分で見ていただければなと思っております。こちらのサンダルから、っていうか隠れ品番は、人気品番はやっぱサンダルのブランドらしくてですね、はい、なんとなくもう6年やってるらしいんですよ。本国ではかなり人気が出てて、やっぱり今コロナも入っちゃったから、やっぱサンダルがすごくお家でも履けて外に出ていけるということで、で前回これなかったそうなんですけども、あの靴下履いても滑らないようにこの辺の内張りつけましたんで、すごい結構滑りますもん。あ、そうなんですか。結構滑りますね。僕ビル系しか持ってないから、あのあんまり履かないんで、シャワーサンダル系。いや、これで、ソックスインで履いていただいてもすごい可愛いです。まさにニューノーマルを表しているような感じしますね。イントリチャートになってますね、これね。はい、の、ブラックとホワイト、まあ、汚れてもいいね。この、いや、すみません、17,600円です、はい、17,600円。はい、でこういう感じでナンバリングで、1から5まであるんですけど、まあ、ML の3と4かなのオーダーしております。スリッパタイプですね。はい、前あり、もうなんかキャンディーみたいな感じあるよね。そうですね。でこっちが7500円ですの、白と黒です。可愛いですね。可愛いよね、うん、まあ、この辺も後で履いてみますんで、ジャーマン、これもめっちゃ履きやすいんですよ。そうですよね。のこれ、あ、突っかけタイプですね。突っかけタイプ、うん、これもすごく良くて、あとまああのスタンダードなジャーマンのスニーカーもあるんで、なんか噂によるとデザイナーさんはかなりのジャーマントレーナー好きということで、ジャーマントレーナー、オリジナルなジャーマントレーナーにトライしてる感じありますよ。そうね。はい。これ微妙に色が違うんです。そうですね。全部レースの感じが変わっていくのもまたいいですよね。うん、ちょっと集めたくなる感じ。かなりこだわってるので、同じ形っていうこともなく、はい、でまあキャリーでちょっとビブラムのあのブーツなんかもちょこっとだけですけど、あの今回はポップアップなので展開させていただいております。この重機はあの期間限定なので、ぜひとも。ミッドウェストのセレクション的にはやっぱりこういう万能だけど少し遊び心があって快適で、まあ、人とも被らないスニーカーということで、うん、いろいろ揃えさせていただいているので、まあ、ファッションとのリックあり、三原あり、はい、ラクシモンズあり、フットインダストリーあり、またでも違うスタイルですもんね。ハードローネもありということで、はいはい、靴はもう本当にね、なんか昔はすっごく靴やってる会社だったんですけど、なんかちょっと僕戻ってきててすごく嬉しいですもん。靴の好きなんだよ。この靴を使って、そこからまあコーディネートいろいろ考えてみようかなと思って。そんなに大したことは、はい、まあ、スタンダードな靴ですからね、何にでも合うよと、はい、で少し的に見ていただければいいです。はい、少し魔術付けもしたスタイリングもしながら万能さを感じていただければなと思ってますので、じゃあよろしくお願いします。まあ、見たことない感じはできると思うんで、この靴がやっぱ変わりますから、よろしくお願いします。まず一つ目は一番スタンダードな品番からいきましょうか。はい、ふさふさ似合ってますよ。名付けようかなんかも、これネーム側のないんですよね。ないんですよ。もう名付けていきましょうか。いきましょう。何にする？ドーナツワンにしようか。じゃあドーナツワン、うん、ドーナツワン、かわいいじゃないですか。適当。ベストコードボードスニーカー。
28,600円。ボードスニーカーにしようか、はい、ツイストコードボードスニーカーにしよう、はい、あ、いいね、ツイストコードボードスニーカー、はい、でもいいですよね、このストリート感はありながらもカラーリングのこのナチュラルなクリーンさとか、なんかこれ少しの遊び、あの切り絵っぽいでしょ、切り絵っていうか、なんか影絵みたいな、そうです、ね、例えば分かりますね、とかあのこう向こうのなんかこうあの仮面がパンパンってすぐ変わったりするような、あのなんかこのお面とかの縁取りのような、シンプルですけど何かカルチャーはでも感じますよ、言われてみると、そうそう、なんか芯をね、そういう風に、これから本当にね、アジアのデザイナーは、アジアのデザイナーっていうか、やっぱ中国韓国ってやっぱすごくね、お金持ちの方も増えてるんで、皆さんやっぱりもう世界中に若い時からお子さんを留学させたりしてるか、でそれを背景にあの商品を作っていくっていうパターンものすごく出てくると思うんで、なんか新しい色が出てきてる感じしますよね、うん、なんかあれ、あの大きなムーブメントになっていくと思うので、はい、本当に歩きやすさ抜群にありますから、はい、普通27センチですけど、その方だったら42でいいです、なんか、ね、サイズのピッチがそう大きくは上がってからないんですけど、はい、これで44ですから、はい、そんなに大きく、うん、あの見える靴ではないです。藤田さん、これね、でも動画で見た感じ結構面白いのが、こういうモノトーン系でまとめた時って、まあ黒か白でいくじゃないですか、靴、はい、でこのちょっとエクリっぽい感じだから、全部エクリなんですよね、なんか他とは違う空気感がやっぱ出ますね。あ、そうですか、はい、あ、それはいい、じゃあよかったです、うん、すごい、ね、すごいいいですよ。なんで真っ白の、スポーツブランド感なく、多分ちょっと落ち着きが出てると思うんで、はい、うん、おしゃれ度上げてくれると思いますから、うん、スポーツブランドでもないし、またこうストリートなスニーカーとかにはない空気感が出る万能な靴って感じします。吉尾久保と新作のオルモスブラックの、はい、結構おすすめですね、かっこいい。こちらの品番をチョイスしたんですけれども、名付けてクリアソールボードスニーカー。はい、いいよね、この色洒落てますよね。おしゃれ、はい、デニムをイメージしたブルーということで、デニムに合わせると結構この色のマッチング非常にええんかなと思って。いや、いいよ、いい感じですか。うん、うん、この編み込みがいいね、編み込みが効いてます。そうです、普通になんかその色で、あのスポーツブランドじゃないのはもう一目瞭然出てくるんだ、うん、でこのカジュアルなスタイリングに対してもやっぱり旬な素材の選び方っていうのはこうメッシュ状にしてたりとか、うん、やっぱ非常に履くだけで抜け感も出るし、普通にこうスニーカー履くテンションで使えるし、履き心地いいですか。履き心地も結構いいですよ。なんか履いてみるとやっぱここの沿ってなんかフィットの感じを分かります ね、そうなんです、うん、ん末にグッと上がってくる感じあるでしょ。普通に見たら別に、あ、デザインで入れてるんかなぐらいですけど、うん、履くと、あ、フィットしてるってなりますね、はい、万里の長城歩き切るというのもコンセプトなんで、はい、なんか本当そこのコンセプトは好きです。でこう最近靴に溜まる感じのこういうフレアのラインとかワイドが多いじゃないですか、はい、そういうのに対して言ってもやっぱこのクリアソールが非常に生きてくる。生きてますね。生きてます、このカットオフにクリアソールっていう、うん、メッシュがこうずっとくるんで、いい感じですよね、程よいデザインで、これはやっぱね、もう皆さんに履いていただける靴なんで。で、まあ春夏を意識したトーガのサイドジップの新作デニム。あ、これ新作ですか。これ新作です。あ、新作入ってきてますね。 SS です。 SS です。に秋冬買ったカーディガン着てっていう感じ。ね、そのカーディガンも可愛い。はい。バッチリじゃね。はい。続いてはなんとも目を引くこちらのジャンボツイストコードのタイプですね。あ、いいですね。ジャンボツイストコード。ジャンボツイスト FI スニーカーでいいんじゃないですか。ジャンボツイスト FI スニーカー。はい。可愛いでしょ。まあこれはだからちょっとポップに。はい。ポップな感じで。春夏もね、ぼちぼち始まってきてるんで、少し先取りスタイルって感じですか。そうですね、はい、はい、ちょっともうやっぱこうアウターは皆さんもイメージわかるので。そうですね、はい、このリックのジップラリーの、はい、チェックとバスケットと合わせてみました。リックエスに合うっていうニュアンスもやっぱこのレースの感じから見ても伝わってきますもんね、はい、この色だから、はい、まあ、リックのミルクとかってこういうちょっとナチュラルカラーだよね。そうですね、乳白色
が入ってるね。このエクリはすごく組み合わせしやすい。しかもあのリックのパンツのドローストリングともええ感じに色拾ってめちゃくちゃまとまってますよ。これも歩きやすいんですよ。歩きやすいですか？歩きやすい歩きやすい、全然。で紐のあのレースの前になんかついてるけど全然なんかそんなに、はい、なんかそんなに邪魔にならないね。でやっぱりサンダルとかもあったし、結構この楽にリラックスな感じで履けるっていう部分がやっぱこのタイル地とかがそういういい味出してますよね。めっちゃ可愛いわ。めちゃめちゃ可愛いですね。フットインダストリー、フットインダストリーな FI、はい、ジャンボツイストレコードって言われるんですけどジャンボツイストコード FI スニーカー、はい、よろしくお願いします。はい、そう言っていただければこれを差し出しますので、はい、よろしくお願いします。はい、文句なしに可愛いサンダルですね。これは1万7000円でこれだけちょっと新鮮さが出るってすごく良くないですか？あ、で僕でこれで僕普段が27センチぐらいでこれなんか M 買ってるんで僕なら M でいいなって感じです。まあでも分厚いソックス履きたい方だったら L 買われたらいいんじゃないですか、はい、ちょっと僕もあの抜けるの気になるからもうちょっとしっかり締めたいんで、はい、ジャストでいいかなっていう感じですね、うん、可愛いですよ。はい、もう一目見てっていうかもう素材感的にもデザイン的にももう可愛いが詰まってますもんね、これは詰まってる。じゃあこれも命名しましょうか。ダウンサンダルでいいのかな。でもダウンじゃないからまあそこら辺いいか。はい、ダウンサンダル、ダウンサンダルって書いてましたね向こうのごめん、はい、インスタグラムではダウンサンダル、はい、じゃあダウンサンダルでいきましょう。じゃあこういう感じですよ、はい、もうこれもね本当歩きやすい、うん、なんかその靴下が引っかかる感じは確かになんとなく分かります、うん、摩擦で。でこれ、はい、アクアリいい感じに。だからこういうボリュームのトップスに対しても素材のボリュームが出るし、こういうスリッパの割にはソールもしっかり肉感あるから、やっぱこうタウンユースなファッションにもストリートとかそういうのにもパチッとハマってくるタイプのサンダルですね。おしゃれ、おしゃれですね。おしゃれな椅子がありますんで、はい、おしゃれな靴探してる方にこれいいですね。履きたいですね僕も。いや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 、ぜひ、うん、もう本当にこれは今いいんじゃないかな。お車も大丈夫だと思うし、うん、そうですね。これでなんか逆にあったかいガウターとか着ててもすげえ洒落てるもん。洒落てますね。ダウンダウンとかも良さそうですね。いいよね、うん、これもめちゃめちゃ可愛いですね。ね、冬のこのホワイト非常に映えます。いやいやいや、そうなんです、はい、そうなんです。ということでこの要所要所にホワイトを差し込んだコーディネートに合わせるにはズバリこれでしょっていうスタイリングにしております。いやいやいや、いいね、はい、これ白の結構緩めのニットとかまあまあ持ってる方多いじゃないですか。なんかそれとかにも合うし、旬なラインパンツとかで白拾ってのこれも合うし、はい、これはもう絶対可愛いですよ。なんか履いた感じ普通に今のあの、はい、ダットスニーカーとかボリュームスニーカーぐらいのノリでいける、いけるいけるいける感じで、しかもねやっぱあんまこうずれないんで結構普通に歩きやすいですね。ね、はい、バーニーと長女登れますね。いやいや、それでは無理や、それでは1時間も無理、それ履いてきたらちょっと実さん普通のクズスで来たみたいなことになるので、ね、でもこれはめちゃめちゃいいですね。はい、おしゃれ、もうおしゃれだもんね。家で履いててもうおしゃれ、そのまま出かけたりもしたいぐらいのおしゃれ、おしゃれ快適さ、ニューノーマルで他にはない感じ、新しいけど普通に履けるっていうのがすごい反映されてるアイテムですね。アイテムですよ、おすすめですね。これが一番、まあ、サンダルがやっぱりなんか意外といいな、うん、おー、はい、はい、リアリティありますねこれも。おしゃれモデルチョイスしました。おしゃれモデルだよねこれね、はい、スニーカーサンダルジャーマントレーナー、スニーカージャーマントレーナーサンダル、はい、で前から見るとで横から見ると俺っていうね。でもスパッと履けてあのなんかね面倒くさくないよね、スカンと履けるんでね。これはいいですね。ありそうでない、ありそうでないよね、うん、その手があったかって感じ。うんね、それ面白いと思うんですよ。こう横からちょっと見てみましょうか、こういう感じの
まあ、こういう見え方してきます。あれないかかとみたいな。いいよな。よりこっちのサンダルよりもスリッパ感出ますね。ああそうですね、素材のボリューム感とかが、はい、こうスパッと入る分、はい、このジャーマントレーナーの渋めのスウェードブラウンに合わせてリンコンエスのダストカラーで、この色味のカジュアル感を拾いながらのライナーキューティングっていう風にまとめてみました。うちなりにカジュアルでリアリティがあるけどちょっぴり色とか入れながら新鮮なスタイル、ね、楽しさあると思います、はいね、色着たいですよね。いいです、色着たい、色着たい。、はい、いい色、いい色なんです。なんか普通のジャーマンとは違うね。ちょっと言ったみたいに、はい、あのスケートっぽさのあるソールになってるんで、うん、トレーニングラインあのシューズソーローのああいうソールとはまた違いますから。そうですね、はい、やっぱりこう総じて思ったのは、はい、ブライド総括、はい、中国っていう生まれのバックボーンのカルチャーが反映されてることと、はい、まあ、多分日本でこのまあ、なんだ靴のこの本質的なものづくり、はい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 、そしてまあ東京のストリートとかから影響を得てるファッションのセンス、はい、なんかそういうのがこううまく組み合わさってるんで、やっぱどこにもないし価格帯もちょうどよくて、はい、どんなファッションにもマッチするっていうところで、やっぱ1個はこうクローゼットになんか置いておきたい。そうっす、多いかなと思って。いやぜひ、はい、ということで1月7日までトイレストリーポップアップは展開しておりますので、その後名古屋にですね、そうですね、移して巡回していきますので、ぜひともチェックお願いいたします。はい、関西初ポップアップこういうイベントもありますし、リンコンエスの春夏も立ち上がってきてますし、そうなんですか、コーバーやオールモストブラック、はい、MASU など、まあ、注目の新作リリースもいろいろありますので、見たい見たい見たい、ぜひとも年末年始もビートウェイ大阪2週目なのでお待ちしております。お待ちしております。ぜひ今回も高評価とチャンネル登録よろしくよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。